明宏です。カラフルパレットです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということで始まりました。はい、始まったということでね、今日何やるか聞いてないんですよ。ふっふっ、いいね、こういうの俺いいよ、好きよ。好きですか、うんうん、何やるんですか今日。今日はね、今日発売しましたこちら、ペヤングの牛タン塩味を食べてもらいたいと思います。今日発売、うん、今日発売です。今日発売なの。今日発売です。いや、めっちゃこれめちゃめちゃうまそうじゃないですか。牛タン塩、牛タン塩すごいよ。大体焼きそばってこのペヤングですから、大体焼きそばのことをペヤングって言いますから。なるほど、うん、なるほど。カップ焼きそばを食べたいよっていうのを総称してペヤングが食べたいっていう。そう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 、大体焼きそばのことをペヤングって言いますから。じゃあこれ開けてみようか。開けてください。開けてみよう。はい、じゃあ取りました。まあな、ここまではね、普通のペヤングと一緒っすね。中身が、うん、何があるの。火薬、うん、ソース、うんうん、麺。麺だね。はい、この3つしか入ってません。このこれが牛タンかな。分かる、見える、見えるかな。これ牛タン。火薬の中にちょっと牛タンらしきものが、うん、じゃあ入れていきましょう。入れていこう。はい、じゃあ火薬を、あ、これ麺の下に入れるんですけど、うん、麺の下に入れた方がこの火薬がね、後でね、お湯流した時くっつきにくいんですよ。知ってました？蓋にね。そう、だから入れて、でこれでお湯入れて作っちゃいます。あった、あった。でもなんか思ったより熱くない。これ焼きそばできんのかな。はい、3分測った方がいいんじゃない。あ、うん。ヘイシリ、3分経ったら教えて。お願いします。あ、3分経った。経ちました。はい、じゃあ捨てよう。うん、はい、もう待ってよ。事件発覚です。なんすかこのウォーターサーバーで、うん、水製造機、うん、一気にカンプ焼きそば入れすぎて、うん、ぬるい、ぬるかった。うん、まあしょうがないね。はい、じゃあ全部開けていきましょう。はい、まあでも結構やっぱ蓋につくのね。あのさ、それでも普通のペヤングって、うん、キャベツじゃん。あ、確かに火薬の具が違うね。ネギだね、ネギ。うん、まあでもあれだもんね、やっぱ牛タンってさ、レモンだったりとかさ、刻んだネギとか乗ってるもんね。ああ、そうだね。うんうんうん、好きだよ俺、めっちゃ好き。楽しみ。あ、やっぱなんかあれだね、その塩だれって感じだね。うん、香りもちょっと違う。なんかごま油っぽい感じの、うん、モリムスモリムスさらにモリムスモリムスモリムス知ってる。あれよくSNS とかで出てきた、うん、そう、袋に、そう、テキヤのテキヤのこんな感じ。食べますか。うん、いただきます。これあれないんだね、普通のペヤングについてる胡椒みたいなやつ。うん、ないね、スパイス。うん、いただきます。うまい。あのね、うん、やっぱ麺がペヤングだから、うん、ペヤングです。ペヤングの本当に塩とレモンと本当に牛タン の、 焼肉屋さんで食べる牛タンをそのまま上に乗せて、うん、で塩で味付けしたみたいな感じ。焼肉屋さんで食べる牛タンがそのまま上に乗ってる感じなの？そのものすごい豪華な焼きそばじゃないですか。そうっす。ちょっと言い過ぎじゃない？ちょっと持ったよね、それ。いや、持ってない持ってない持ってない。いただきます。食べて。うん、うまい。牛タン、ね、牛タン上に乗ってたっしょこれね。うん、焼肉屋の牛タンをそのまま焼きそばの上に乗せて食べてるみたいな。さっき言ったよ。さっき言った。これ2回目って2回目。うん、でもそれさすがに言い過ぎだけど、割とね、牛タンがちゃんと牛タンしてる。そう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 。食感が。もうちょっとね、もしかしたらタレ薄くてもいいかもしれない。全部入れなくてよかったかな。はい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 。ちょっとね、しょっぱい。なるほどなるほどなるほど。ちょっとね、分からんでもない。で、あと多分ソースと、うん、なんかその液体の性質が多分違うから、うん、混ざりにくい、うん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 、っていうのは思う。確かにちょっとしょっぱいね、しょっぱいよね、うん、しかもそのやっぱ混ざってないところが
ちょうどいいんだよ、ちょうどいいぐらいだった。ま、なんかその黙りになって、まあ、それは混ぜ方が悪かったのかもしれんけど、黙りになってるところがちょっとしょっぱいかな。なるほどね。ソースちょい残し、ちょい残しがいいと思う。ね、でちなみにあの言うほどその輪切りの唐辛子入ってるけど言うほど辛くない。でもすごいピリリとなんかアクセントになってて、うん、なんだろう、唐辛子がなかったら寂しいくらいな感じ。美味、ね、しい。美味しい。総評して美味しい、うん。ペヤングはうまい。やっぱ焼きそばのことをペヤングって言いますから。それこれ UFO 勢とあの一平ちゃん勢からちょっと批判くらいますよ。まあでも好きだけどね。UFO も大好きだしペヤングも大好きだけど。ペヤングペヤング。まああのいろんなね焼きそばありますけど、うん、これ本日発売なんで。そう。あのコンビニに結構売ってるらしいです。はい、今日から多分結構並び始めると思いますので、ぜひですね皆さんもコンビニに買いに行ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。